ありがとうございました。ありがとうございました。後半力強く、はい、足を踏みながら、かっこよかったですね。あの旗はどういう意味があるんですか。まあ、払うですよね。邪気を払っていく。邪気を払う、うん、しかもすごいなんか勇ましい感じで、ね、結構スピードとか、キレもすごかったですね。音が特徴的でした。そうですね。あれで悪いもの全部払っています。はい、ということで皆さん、今日はもうお払いされたってことですか。はい、やりました。神社行かなくて済みましたね。やったね。よかったね。よかったね。大浦湾っていうのは、今の辺の、はい、東側です。あ、そうですよね。そういうことがあったんです。こういう踊りが、そうですね、がしかもそれをこうずっと守ってきたというね、まあ、ちょっと途切れた時もあったということですけどもね、うん、感動させるっていうのはどうやって、誰かを思わ、誰かがよだつ思いを思わせないと、はい、そうですね、まあ、記憶のある頃の方が多分いたんですよね。さあ、ギリ守られた。さあ、そんなお話を、うん、聞いてみたい。代表者の方から伺っていきたいと思います。はい、名護市大村区の宮里区長、どうぞお越しください。宮里さん、お越しください。はい、毎回トラップがありますね。次はどちらからかも、学生からかも、上からかも。さあ、話を伺っていきましょう。はいはい、宮里区長ですね、今回、まあ、その復活された、税務店ですね、やっぱこう継承していくっていうのが一番大事ですね。そうですね、我々も以前、まあ、先ほど映像にもありましたけど、まあ、親父なんですけど、親父世代は、毎年やってたのが、まあ、今3年に1回ということでやってまして、まあ、やはり若い子たちにつないでいくというのは非常に、まあ、苦労をしてます。半ば反強制的だって言葉が出てましたけど、はい、変にちょっと人参ぶら下げながらですね出話してるようなところが始まったりします。うまいじゃないですか。でもすごくこのお父さんお母さんが踊ってるのを見て、はい、やりたいっていう気持ちが実際はあります。やっぱりそうなんですね、はい、最初一歩でないけどやってみたら、はい、やっぱり憧れになる。そうですね。すいません、はい、Tシャツは何ですか。あのですね、大浦はパピプペポをちょっと使う感じがありまして、はいはい、うん、まあ、大浦、ウフラ、ウプラと、ウプラということで、大浦のこと、はい、ウプラと私たちの名称としております。はい、すみません、関係なくと、いえ、どうぞです。ありがとうございます。はい、まあ、今回ですね、見せていただいた全員ですけども、はい、他にも、実は、もっとあって、演舞できなかった項目もあると思ってます。そうですね、いくつもあるんですけど、ちょっと今日ですね、実はこの踊り手2人なんですけど、地方4名で着付けとか、はい、スタッフで10名来てるんです、うん、で今日地元の応援団がどこにいるか分からないですけど、10名くらい来まして、応援団の方がいらっしゃいます。来てますね。はい、オーダーの人口もですね、5分の1が今日ここに来てる。そんなに、そんなに大丈夫です。大丈夫、鍵閉めると大丈夫なんです。大丈夫ですか。鍵閉めとかになると、そうだね、驚きましたね。びっくりしました。そうなんですね。そう、たくさんの演目があるけど、はい、それを全部継続することは難しいということですか。そうですね、実は、まあ、今後年祭、我々は村尾君と言いますが、その時に演目が大体17から18があるんですけど、戦前はもっと倍くらいあって、45年前は倍くらい、50くらい、1日中やってください。1日中です。3日間です。3日間やるの。大浦の人寝てくださいよ、本当に。で、寝る演目もあったそうです。寝る演目、興味ある。どういうこと。僕らも分からない。あ、僕は本当に分からないです。いや、大浦すごいな。はい、ありがとうございます。はい、すごい大浦のオブラの話聞かせていただきました。宮里区長、ありがとうございました。